皆さんこんにちは。兵庫県議会議員永瀬武です。今日は久しぶりの食レポをお届けいたします。今日は住吉に来ております。住吉から、韓国料理のベク食堂さん、これからちょっと楽しみですね。皆さんと一緒に楽しみたいと思います。では早速中に入ります。早速ですね、ランチメニューから今日は僕はスンドゥブチゲの、ランチを選びました。先ほどね作ってるグツグツ煮えて美味しそうなねお鍋の映像でしょ。もう出来上がってきました。ご覧ください。熱々のお豆腐のチゲ鍋ですね。すごい美味しそう。これにベクさん、これ真ん中はこれチヂミですか？そうです、野菜チヂミで、サラダにお漬物もついて、はい、ご飯ですね。ご飯のおかわりはできるでしょうか？できます。ご飯のおかわりありです。早速いただきたいと思います。めちゃくちゃ美味しそう。ご覧ください。熱々のもう、今日暑いですかね。暑い時に暑すぎのがうまいんですよ。いただきます。あ、美味しい。すごい優しいお味ですね。はい、ね、あんまり辛くないね、食べやすいし、はい、すごいスープにいろんなこうお味が、ね、出てますよね。あさりとかも入ってます。あ、そうそう、海鮮の味がするわ、はい、うん、おいしい。僕はあのお豆腐がこうやって崩してあるっていうのは初めてです。これあえてこう豆腐崩してるんですか？そうですね、全体をまろやかな味に仕上げて。なるほどね。うん、これは何と言ってもご飯と一緒に食べたいですね。うん、めちゃくちゃ美味しい。そしてチヂミをいただいてみたいと思います。うん、定番のチヂミです。今日は事務所のスタッフと一緒に来ておりまして、ランチメニュー各種、皆様にもご覧いただきたいと思います。という形で、ベクさん今日本当美味しかったです。ありがとうございます。 ありがとうございます。嬉しいです。これはオーナーの、ベクサモンさん、はい、ね、私たちは実は今年のだんじりでたまたま出会いまして、そうですね、ね、棒バナでね、頑張って張って汗だくになって、でたまたま私も棒バナに入ったら、あ、初めましてってご挨拶したら、あ、韓国のあれですっていうふうに、そうですかってそこで話になって、はい、でじゃあ一度食レポに行きますって言ってからもう2ヶ月経っちゃいましたけども、遅くなってすいません。いえいえ、とんでもございません。ありがとうございます。やっと実現しますね。今日はね、これは何ですか？赤じそジュースですね。赤じそジュース、はい、ベクさんのお手製？まあそうですね。じゃあちょっとまずいただきたいと思います。あ、すっきりする、はい、ね、はい、これ、お酒で割ったら美味しいんですね。まあ、チューハイが一番合うかな。チューハイにね、はい、色もいいです。すごい体に良さそうで、はい、美味しいですね。ありがとうございます。ここのお店はオープンして今何年ぐらいなんですか？2年と1ヶ月ぐらい。2年と1ヶ月、はい。なかなかこの住吉のちょっと住宅街って普通選ばないとないと、なんでここにお店出そうなんですか？いや、まあ、阪急御影あたりで、はい、7、8年住んでたんですね。あ、そうなんですか。まあ、たらこのあたりに店があったらいいなと思ったところ、まあ、前の店が、うん、扇の方に引っ越したので、はいはいはい、その後入ってきました。あ、じゃあここはあの全部新しくやり替えたんですか？前のものをちょっと手つけただけです。あ、そうですか。ほとんどそのまんまで、まあ、中に設備を全部変えてるんですよね。ここはあの結構こう、気になったの、夜間はあれは、あれ、マッコリ。マッコリね。生マッコリの。生マッコリってことは、お手製で手作りのマッコリ。違います。じゃなくて、はい、
韓国から日本の商社が輸入して輸入したやつね、酒屋経由で入ってくるんです。じゃあマックで頼むとあの夜間に入って、ね、あそうですね、でそれ入れて飲むと、はい、いや今日は昼なんでねちょっと飲めないで今度絶対飲みに行きますんで、はい、ありがとうございます。日本に来られて何年ぐらいですか。日本に来られて20年目に入って。20年目、はい、すごいな。皆さん思いません、20年でこれだけもう完璧に日本語を使いこなして頑張ります。いやもうこれ以上頑張ってもらわないと普通じゃないですか、はい、ね、今日はランチメニューだけだったんですけども、夜はもっとお酒のメニューとか出てますね。そうですね、メニューはいっぱいあります。はい、はい、ちょっと今日のおすすめっていう黒板を見ますと、はい、見慣れないメニューとしてナッチボック、はい、900円、はい、何でしょうこれ。イイダコの甘辛炒めです。お酒にもご飯にも合う、いいですね。ぜひ今度夜も来てみたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。今日はあの待ちに待った食レポ、住吉のベク食堂の、オーナーの、ドクサムさんご出演いただいてお話を伺いました。あの皆さん、あの横欄にですね、詳しく挙げてますし、地図も私挙げさせていただいてますので、ぜひ、住吉駅から本当に歩いて、ね、5分ぐらいですから、ぜひ美味しい韓国料理をベク食堂さんで召し上がっていただきたいと思います。ベクさん、今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。こちらこそ来年の旅にもよろしくお願いします。頑張ります。ありがとうございました。